皆さんこんにちは、女流棋士の香川真央です。本日もお着物で将棋ウォーズやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。今回は10分切れ負けに挑戦いたします。対局開始。さあ、あなたが先手です。お、三段の方ですね。開始、よろしくお願いいたします。あ、私先手か。何やろうかな。向かい飛車って書いてあったから振り飛車党の方ですかね。振り飛車党っぽい。お、四間飛車ですね。ちょっとこちらの四間飛車はね、初回に言い間違えたり藤井システムやらなかったり、ちょっとこのチャンネルでは申し訳ないことをいっぱいしているんですが、まあ全力で迎え撃てればなと思います。どうしようかな、急戦にするか持久戦にするか悩みますね。お相手の方どちらが好きかな。7二玉ってやってるから、もしかしたら持久戦好きな方かもしれないですね。穴熊にする可能性もありそうな感じです。じゃあ急戦志向にしてみましょうか。今回はね、こんな感じで玉をね、8八からこう例えば穴熊の9九とかに囲っていくと遠くて硬いんですけれども、やっぱりこういう速攻を仕掛けていくのもね魅力的ですから、ちょっとやっていきたいと思います。最近みんなエルモ囲いばっかりしてるんで、逆にさ今まで通りの急戦とかやっても結構需要あるんじゃない。そんなことないか、逆にって言い始めると結構ね、キリがないところもあるから難しいとは思うんですが、この四間飛車の急戦はものすごく勝利の攻めの基本的な要素、大切にしなきゃいけないことが結構たくさんあるんですよ。なのでやっぱりね、こう将棋上達したい、初段になりたいっていう方は一回やってみるのは非常にいいと思います。その振り飛車側を持っても居飛車側を持ってもこうやっていくこと結構たくさんありますからね。この三人飛車はこの振り飛車党の必ずやらなければいけない受けの手筋ですね。3五歩と突いてきた時に四間飛車の4筋よりも圧倒的にこう受けに効いてきているところです。こうやって反撃を狙っていくのが重要と。でこれ3五歩からいっちゃうと同歩同銀となればうまくいきそうなんですけれども、4二角と引かれたりですとか、ちょっとその備えられてますからね。飛車が動いたのを利用して4筋からもちょっと攻めを見せるようにいたしましょう。この1二桂も筋ですね。角筋をあらかじめ避ける一着です。そうですね。でこれでお相手の方が一番奇麗な形なので、こういう局面で6八金のような間合いを図る手をやって、何か余分な手を指してくださいというのが、この居飛車の間合いを図る大切なところですかね。例えばこの6四歩って突いたことによって、将来4二角6四角っていう筋がなくなったんですよ。なのでこのタイミングで、どこかから攻めていくというのは十分考えられますね。ちょっとじゃあ3号から攻めてみましょうかね。これは4二に逃げる手、5一に逃げる手、あと2二に逃げる手、いずれにせよ角をかわして3筋に備えるというのが一般的ですね。そうですね。でこれ2二に逃げると4四を守る、4二に逃げると2四を守るっていう風に、それぞれね角の利きを生かしてっていう受けなんですけれども、今回は4二だったということで、これにはね3八飛車と、さらに3筋に加勢していくのが、いい攻め方になるんですが、5三角。これお相手の方相当戦い慣れていらっしゃいますね。さすが三段っていう感じですけれども、これは4四の地点にさらに備えた一着ですね。3四歩と取り込む手には、同飛車は3五銀と取れるので銀出てると。でこれにはですね、例えば3五歩4三銀ってなっちゃうと、ちょっと歩を打ってつまんない感じになっちゃうので、どんどん攻めていってみましょう。お相手の方はそうね、経験ありそうな感じです。この4三金も受けの手筋ですね。4四、同歩と取っちゃうと3三歩っていう手が痛かったんですけど、これで防ぐことができました。さてさて、でこれで4五歩と打つって、3五歩と打つって結構ね、いろいろあるから悩んじゃうよね。3号打ってみようかな。いやなんかでもこれすごい指すの懐かしい感じがする。結構四間飛車側で私もやったことが多い形ですかね。3号歩4三銀4号歩って一見うまくいってそうなんだけど、多分ね3号金からさばかれちゃう気もするのよね。美濃囲い硬いですからね。ここで2筋をいじるっていう人もいるんじゃないかな。
2四歩同歩2二歩みたいな指し手もありそうですよね。そうやったらどうするんだろう、4三銀とか引くのかな。こっちがねうまく攻めが決まっても2六の銀が遊んじゃう展開になっちゃうと、ちょっといいくらいだとまだまだ大変かなっていう感じですよね。ちょっとでもそれ気になるからやってみよう。ここ相当居飛車はいろんな指し方もありますし、あの昔のね四間飛車の定石書とか読むと結構いろんなことが書いてあると思いますので、気になる方は調べてみてくださいね。さあそれこれでね1三桂と1回逃げるのかしら。同飛車と取っちゃうと4五歩が痛いです。同金は2二の飛車を角で取られちゃうし、同銀と取ると3五銀とそこでぶつける手かな、まあ、それで3二飛車ってやって難しかったりするのかしら。なんか一目はそれはうまく攻めれてる感じがするから選びづらそうですけどね。結構これは奥の奥まで研究されている昔ながらの対抗形なので、ちょっとこのね10分切れ負けでどこまで掘り下げられるのかという勝負になる気がいたします。私もちょっと居飛車持ってこの局面迎えるのは初めてな気がするのでちょっとドキドキです。さあちょっと考えられてますね。あ、同飛車と取りました。いやー同香あるわねお兄さん。これはやっぱり4五歩には同銀のスタンスなんでしょうね。3五銀には3二飛車から切り返す。なるほど、どうなってるんだろうね。それはちょっといいかなと思ったけど、今よくよく考えると結構大変そうな感じがします。となるとちょっと良くなかったかしら、いやでもちょっとそれを判断するにもね時期尚早かなっていう感じがするけど、どうなんだろう。3五銀3二飛車いい手か。いやこれ本当に悩んじゃった、どうしよう。これだからそうね、次の4五歩を楽しみに、でも4六銀ってちょっとなんだろうな、あんまり指したくないよね。これ以上私の囲いを薄くしてはいけない感じがするけどな。でもちょっとこれはお相手の方の読みが深かったから4五歩以外の手を指したいと思います。これはね乗っかっちゃうと悪くなっちゃう予感がします。またの機会にしましょうかいやちょっとねすごく華やかな展開にもなりそうな感じもしたんですが、銀を上がってみました。ちょっと時間なくなってきちゃったよ、大変頑張りますよ。そうそうそう、飛車がそこにいるとねずっと角に狙われちゃう位置だったので、それは冷静な位置だと思います。一応ねやりたかった手があったんだけど、そうか3五歩やろうか。はい、これでね銀を追い返してちょっと局面の流れをゆったりさせていきたいと思います。時間ないのに大丈夫なのかな。はい、お相手の方はねちょっと今形があんまり良くないので、ちょっとそれを逆用して動いていけたらいいなと思います。ここ多分サイズは5二銀引くだと思うんだよね。形をこう綺麗に整えていくのが勝率が高い手な気がします。それ以外の手だったらなんとかしたい。歩だったか、まあそれもいい手だよね。でそうね、これでやりたかったのはちょっと3七銀です。ちょっとねやっぱりこううまくいかなかったなっていう時に慌てて動いていっちゃうよりも、ちょっと形を整えて攻めるチャンスをこう伺っていく、そういう間合いも結構大事になってくると思います。これで2六の銀があんまりいい形じゃなかったから3六に立て直して相手の立ち回りちゃんと見ていきたいと思います。形が良ければまあそのお相手の手に応じていろんな作戦を取っていくことができるから、こうやってちょっとずつ勝率の高い手を指していきたいと思います。次4五銀から動いていくのもいいんだけど、それはこっちがそのなんて言えばいいんだっけ、こういうの、主導権を握っているというか権利を持っているので、今すぐにやらなくても例えば1五歩とか3七桂とか指したいっていっぱい全部指したなっていう時にやればいいかなって思っています。多分1五歩ってやるかな。次は2五桂ってやられたら違う手をやろうと思ったらやられちゃいましたね。さあこれどうしようかな、悩むんですよね。4五銀って出ちゃうと同金同銀の瞬間がちょっと甘いのよ。だから5筋から行くわねなんかすごい変な喋り方になっちゃった。これ同歩同銀を同金で取ると、それを取るんじゃなくて4三の銀の方を飛車で取ります。それはね結構パンチ入っちゃってるから、それのあってこの5
4三の銀を5二銀って引いておいた方が良かったんじゃないっていう話をさっきしてたんですね。それだったら4三の銀が狙われることもないので、この銀ね、もう3五に歩があるし5四は歩で詰まっちゃってるし、攻めに使うの難しいんですよ。なので一回こう攻めじゃなくて守り、囲いの一部にパーツを組み替えてあげるっていうのが大事だったような気がする。まあ、まだわかんないですよね。これ次5四歩って取ると同銀って取ってこられて、それは駒逆に活用されちゃうからにゃんとも言えない。でも歩がいっぱいあれば2六歩で歩で桂馬が取れるから、それはそれで嬉しいのよ。結構難しい局面。2分32秒か、もう10分欲しいな。一番嫌な手は何だろうな。6四角っていうのは筋だと思うんだけどね。その角が今5三もちょっと中途半端なので使ってあげる手かなって思うんですけど、あとは3人の飛車もね、もう多分3筋からオラオラ来る感じじゃないと思うから、どっか振り直してあげる手もあるかな。どこですかね。でもああでも角だったね。2分30秒、はい、これは取りますね。これどっちでも取り返しづらいと思います。まあ、同金は金パクッと取られちゃうんで、金で取るんだけど、これでね角を成ることができました。ならないで今5五銀っていう人もいたと思います。てかそっちの方が良かったかも。でもね、もう同金4三飛車成、どうなんだろうね、そっちの方が良かったかしら。まあ、ちょっと自力がね結構薄いし、3六もまあ2六に比べたらいい位置なんだけど、遊んでいることにはそんなに変わりがないっちゃ変わりがないので、そんなにこうね油断ならない局面でございます。こういうさ5五銀みたいなかっこいいって逃すと引きずるよね。あ、4五歩これは悩んじゃうけど、そうだな、同銀すぐって取ると3七桂成なのかしら。でも取っちゃうよね。あ、同金だった。これは自然に取り返していきましょう。歩打たれちゃうんだけど、これね香車取ってくると思うんですけど、逃げちゃう馬がちょっと嫌なんじゃないかな。これね結構ここまで来ると飛車取れると早いかなっていう気がします。一回香打たれても横に逃げておいて、馬をねお相手の方も引きつけてきたら強いんだけど、手順に引きつけられるかが勝負ね。取る手もあるかな。これ油断してるとね、そう6二香みたいなって言って香車持って打っちゃうんだけど、これ反対側の9筋から攻められた時にめっちゃ薄くなってる、違うな、狭くなっちゃうんですよ。だそれは要注意。まあ多分8四銀って打ってくるから関係ないかもしれないけど、割とねここに香車打ったらいい手になる場面ってまあまああるんだけど、逃げ道がなくなっちゃうことが増えるから要注意です。8四銀8六飛車5五馬的なことを人間だったらねやりたがるんじゃないかなと思うので、人間だったらっていうのはあのね、ちょっと本当にいろんな手が結構ある。2一馬は次に飛車が取れるわけじゃないんですけど、飛車が動くと4三の銀が取れるっていうところ、あと銀を動かすと飛車が取れるっていうところで相手の動きを抑制してる一手ですね。なので、まあ、3一歩とか冷静に打たれるのがいいのかな。なんかそれで銀がやっぱり囲いにくっつくと勝率上がりそうだよね。悩むんですね。悩んでますね。あ、銀そっちだったか。あ、これで5五を引くんじゃないかな。はい、引きましたね。でこれで6六からさらに動いてくる手もあるんだけど、もう一押しがね難しいですね。いやー時間ないですよ。まああと5四馬っていう人もいるかな。銀取りで、でこうなんだろうな、銀4三の銀にも紐つけて飛車が動きやすいようにしてあげるっていう考え方ですね。その場合はね銀引きたいんだけど味よしと見て、でも4五歩って攻める手もちょっと誘惑があるんですよね。誘惑に負けそうな気もする。わかんないけど、どっちがいいのかな。でもお相手の方本当に時間ないからちょっと要注意ですね。あ、やっぱりちょっと欲望に負けて4五歩、これは5二飛車って切り返す手が嫌ですね。おー強い、お相手の方ねめっちゃお強いと思います。これ同馬も同銀もあるね。でも同銀って取るんじゃないかな、テンション的に。あ、そうね。なんか分かるんですよそういうのって。でこの一瞬がね自力が薄くて怖いっす。
5六飛車がいい手かな。どうなんだろう、ちょっと今めちゃくちゃギリギリの局面で難しいところです。切ってきちゃった。そう、でもこれもね怖いのよ。こういう時は4三に角打った方が良かったんですけど、4三に角打つと5三飛車みたいな時にね、ちょっと3四角成じゃどうかなって思っちゃいました。でもこれを相手の方1分30秒で寄せ切れるかどうか問題突入 してますね。この手筋、叩きの歩からの角をそっちか、6七の地点狙ってるから受けなきゃいけないんですけど、どう受けるんだろうか。これ下に受けると大丈夫かな。これね、銀を取るとどこだこれ、6九に打ってるのが結構痛いよね。一番きつい手だったと思いますが、一応この、7五歩が切り返しの一手です。はい、でこれで馬を取ることができましたと。で3二の角がさりげなく効いているので、これでなんとか受けていきたいところです。はい、飛車の横利きはキープ。でもこれうまく攻められちゃうかな。お、6六歩は筋からの、いやー手筋ですね。これでも1分30秒どうなっちゃうんだろう千日手、千日手って勝利坊主あるのかな。これこちらはね、でも変えられるのかな。変えたいけどね。あ、千日手になっちゃった。あ、私初めて勝利坊主で千日手になったかも。ちょっとね、最後うまく攻められちゃったので千日手にしちゃいました。いや、うまく攻められちゃいました。危なかった、負けちゃうかと思いましたが、対戦ありがとうございました。はい、ということで今回はまさかの千日手でした。この将棋ね、本当に難しくて、こう昔からやっぱりある戦型って歴史もあるし、こう奥深さもあるっていうことを改めて感じていただけたんじゃないかなって思います。ちょっと私も久しぶりにこの戦型指したので、また勉強したくなりました。よろしければ皆様も指してみてくださいね。それではよろしければチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。それでは失礼いたします。願いを叶えてあげよう。もったらもった。あ、ね、そう、最後ね、悪く、うまく攻められちゃったんですよ。だから全然ね、寄せに来られた方が良かったかなと思いましたね。どうやって、ですね、そうね、これ、お相手の方はだから なんて言えばいいんだろう。千日手にするのもったいないところだったかなって思います。これで、そうだな、例えば5八銀って打って、9八金打つってやると、そこで6七銀成同金5七金って打てば、私金も持ってないので受けづらくなってたかなって思いますし、そうね、金がずっとこうもちもちの千日手だったから、まあ、なんとかしのげたんですけど、もっとこうね、積極的に寄せに行ってもよかったかもしれない。まあでもちょっと持ち時間もだいぶ少なくなってたからっていうことで選ばれたのかなと思います。ちょっとね、大津ならではだったと思うんですけど、初めて千日手にしちゃいました。まあちょっと負けなくてよかったかな。そうね、ここはやっぱり5五銀で勝負しておいた方が私よかったですね。うん、この辺りすごく冷静に攻められちゃったので、結構お相手の方の指し回し、飛車党の方はすごく参考になったんじゃないかなと思います。飛車をね、抑え込んで中央から攻めていくって非常に有効な指し回しで、非常に強い方だったと思います。三段って書いてあったけど、すぐに初段できるんじゃないかな。はい、またもし当たることができたらよろしくお願いします。